ジョセフ・ P ・ケネディ、ジョセフ・パトリック、ジョー・ケネディ・シニア、ヨゼフ・パトリック、ジョー・ケネディ、SR、1888年9月6日から1969年11月18日は、アメリカ合衆国の政治家、実業家、第35代大統領のジョン・カイ・ケネディの父である。ジョーは、ジョセフの短縮系。巨大な資産をバックグラウンドにした。 民主党の有力政治家であり、アメリカのカトリック教徒及びアイルランド系アメリカ人の実力者でもあった。フランクリン・ルーズベルトの大統領選出時、1932年に財政支援を行った公によって、初代証券取引委員会委員長、1934年、連邦会議委員会委員長、1936年、在イギリスアメリカ合衆国大使、 1938年から1940年のポストを歴任した。1888年、ボストンにアイルランド系政治家の子として生まれたジョセフ・ P ・ケネディシニアは、ボストン・ラテンスクールからハーバード大学に進み、金融業に就くと株式市場を利用して莫大な財産を築いた。この財産を元手に様々な資産を運用するようになった。 第一次世界大戦中、ケネディは、ベスレヘムスチール社の造船部門支配人補佐となり、海軍時間補だったフランクリン・ルーズベルトと知り合った。その後、映画産業に職手を動かし、いくつかの映画会社を統合して、アーコを設立する過程で一財産築いた。さらに1933年に禁酒法が廃止されると、ルーズベルト大統領の長男と組んで、サマセット社という会社を、 設立、ジントスコッチの輸入を一手に取りまとめさらなる富を生み出した。1945年には建設当時世界最大のビルだったシカゴのマーッチャンダイズマウトビルを買い取ったことでも有名になった。しかし外交官及び政治家としての活躍は唐突に終わる。1940年11月バトルオブブリテンの最中に行われたボストングローブ氏のインタビューで 英国で民主主義は終わった。米国にはまだあるかもしれないと発言したことが大問題となったためだった。以後ケネディは表舞台には出ず、豊富な資産を運用して、息子たちの政界進出を強力にバックアップした。しかし豪腕で知られたケネディも1961年に73歳で脳梗塞の発作を起こし、言語と体が不自由になると第一線を退き、 1969年11月18日に家族に見取られながら世を去った。子供たちには大統領になった次男、ジャック、ジョン・カイ・ケネディだけでなく、政界入りさせようとしていたが海軍での軍務中に不慮の死を遂げた長男のジョージュニア・ジョセフ・ P ・ケネディ・ジュニア、兄、ジャックの下で司法長官を務めた後に上院議員となり、 大統領選の予備選最中に暗殺された三男の、ボビー、ロバートカイ・ケネディ、30歳の若さで、上院議員となったマッテで四男の、テッド、エドワード・エム・ケネディ、スペシャルオリンピックスの創設者の一人である三女、中アイルランド米国大使を務めた五女がおり、孫には、会院議員、ボビーの子、テッドの子など多くの政治家を輩出し、その国民的人気によって一族は、 ケネディ王朝と称された。ジョー、ジョセフ・ P ・ケネディ・ジニアは、父パトリック・ジェイ・ケネディ、母、メアリー・オーガスタ・ヒッキーの長男として、マサチューセッツ州ボストンに生まれた。父は、実業家であり、アイルランド系アメリカ人コミュニティの指導者として、知られていた。ジョーの祖父パトリック・ケネディは1849年に、アイルランドからアメリカ合衆国に移住してたため、ジョーは、 アメリカ移住後の三代目であった。移住後、一族はアメリカ社会でのステータスを少しずつ上げていったが、依然として、ボストンではアイルランド系は上流階級を形なる、イギリス系、プロテスタント市民、ボストン・ブラーミンと呼ばれたからは、よそ者扱いであった。パトリック・ J ・ケネディは民主党員として1885年にマサチューセッツ州選出下議員に当選した。 ジョーが生まれた時、すでに、ケネリケは裕福であり、ボストンのみならず東海岸において、影響のある一族であった。父パトリックは、長男ジョーに期待をかけ、一流校である、ボストンラテンスクールに進ませた。同校が、ボストンのプロテスタント系エスタブリッシュメントの画像とも、言うべき学校であったことから、両親がジョーに対して、カトリックの枠にとどまらずに、 さらなる社会的飛躍を遂げることを望んでいたことが伺える。ジョーの成績は決して良くなかったが、クラスメイトから人気があったらしく、球調に選ばれたという記録が残っている。ジョーはハーバード大学に進学した時、ヘイスティプリングクラブやデルタ、ウプシロンクラブには加入できたが、ポースリアンクラブのような一流クラブからは入会を拒絶れた。ジョーはハーバード時代、 野球部で活躍したとよく懸念したが、実際には一年次以降チームに入れず、4年の最終試合の9回にファーストとして出場したのみであった、最終試合に出場し選手にはハーバード野球チームの紋章がもらえることになっていた。ため、ジョーは卒業後の進路の話をちらつかせて、キャプテンを説得し、なんとか出場させてもらえたというのが真相でった。この時、 ファーストで最後のアウトを取ったジョーが、ウィニングボールを、勝利投手に渡さずに、ポケットに入れて帰ったことが、その人となりを表すものとして、語り草にな。1914年にジョーは、ボストン市長を務めた有力者、ジョン・カイ・フィッツジェラルドの長女、ローズ・エリザベス・フィッツジェラルドと結婚し、二人の間には九人の、子供が生まれた。幸せな大家族というイメージとは裏腹にジョーは、 家庭を顧みず、ローズはやがて夫の女性問題を見て見ぬふりをして、生きるようになる。ジョーの在世中に亡くなった子供は4人。長男ジョー・ジュニア、ジョセフ・ P ・ケネディ・ジュニア、次女・キック・キャスリーンは、飛行機事故で亡くなり、次男、ジャック・ジョン・カイ・ケネディ、三男、ボビー・ロバート・ケネディは暗殺された。長女のローズ・マリー・ケネディは、もともと知的に障害があり、20代で、 精神的に不安定になったため、精神障害であるとされ、医師の勧めもあり、ジョーの指示で1941年にロボトミー手術を秘密裏に受けさせられた。当時、この手術は精神障害を好転させると信じられていた。執刀は、同手術の熱心な推進者だったジョージ・ワシントン、大学医学部のジェームズ・ワッツ博士だった。結果、それまでは自分の身の回りのことは、 自分ででき、普通に会話もしていたローズマリーは、廃人となった。ケネリ家は、この事実を非し、密かに施設に送り、そこで生涯を送らせ、彼女の存在は、ケネリ家のタブーとなった。ローズマリーの真実については1960年7月11日号の、タイム紙が初めて報じた。その後、ケネリ大統領の顧問の一人だった医師の、バートラム・ブラウン博士は、 ケネディ家の医師隊の聞き取り調査やローズマリーが手術前に書いた手紙や学校でのテスト結果から判断してローズマリーは知的障害でも精神障害でもなかったと結論したローズマリーの件は不要なロボトミー手術の強制によって一人の健康な女性を社会的に死に至らしめたケネディ家の犯罪であると激しく批判したケネディ家はこの批判には直接答えず 知的障害者のサポート団体への莫大な寄付や知的障害者のためのスペシャルオリンピックスの創設などを行って世論の批判を交わした。ジョーは株式市場や不動産、動産投資によって莫大な富を築いた。彼自身が一から立ち上げた事業というのはほとんどなかったが相場の気を見る二輪で絶妙なタイミングで資産の売買を行った。ただし、 今の基準で言えば完全にインサイダー取引にあたるものも多く内部情報の取得の仕方にも問題があった。その彼が後に証券取引委員会 SEC の初代委員長に任命されたことで多くの非難が巻き起こることになる。ジョーはこの頃サムジアイカーナやフランク・コステロといったマフィのボスたちと組んで仕事をしたという。具体的にはベアーレードと呼ばれる。 株価操作を行った結果、1929年の大暴落の引き金を引いたとも言われる。さらにジョーがマフィアと組んで種類の密輸も行っているという噂も絶えなかった。1957年にフォーチュン氏がアメリカの大富豪リストを初めて発表したとき、ジョーは9位から16位の間に位置すると見られていた。1912年にハーバード大学を卒業すると、 ジョーは、父のつてで州の銀行検査官の職を得た。この仕事をしながら、ジョーは、銀行業務の全容を把握するとともに、様々な銀行と企業の内部情報を得ることができた。1913年、父親が大株主だったコロンビア新宅銀行が銀行による乗っ取りの危機にあったとき、ジョーは、親族や友人から金を借りて、 他の株主が持っていたコロンビア新宅銀行の株を買い取り、乗っ取りを防いだ。こうして1914年、ジョーは25歳で同銀行の頭取りに選ばれた。1914年10月7日、ジョーは民主党の有力者でボストン市長を務めたジョンカイ・フィッツジェラルドの長女、ローズ・フィッツジェラルドと結婚し、ここにケネリ家とフィッツジェラルド家というボストンのに、 大アイルランド系ファミリーが結びついた。知識は、当時のアメリカカトリック界の実力者、ウィリアム・オコンネル・スーキ教あった。第一次世界大戦が始まると、ジョーは1917年にベスレヘムスチール社の造船部門の支配人補佐となる。この仕事を得たのは、徴兵を合法的に免れるためであったという。その証拠に、休戦の7ヶ月後にはジョーはこの仕事を離れている。 この仕事が得られたのは、ジョーを見込んだ大物弁護士、ガイカリアとギフ、フィッツジェラルドのおかげであった。さらにこの仕事を通じて、海軍時間補だったフランクリン・ルーズベルトと知り合ったことが、後の夕日につながる。1919年、ジョーは、ギフの紹介で、ロストンのヘイデン・ストーン社、ヘイドン、ストーン &CO という老舗証券会社に職を得た。ここでジョーは、 株式売買業務をマスターし、自身も株の取引で大いに儲けたが、ほとんどが内部情報をもとに自分に有利な取引を行うというもので、現代なら内部社取引や違法な株価の操作にあたるものや空売りによる利益であった。1923年にジョーは独立し、自らの事務所を構えた。この事務所は翌年閉鎖。ジョーは、 他の出資者たちと共同で投資グループを作り、風説を流したり、宣伝によって一般投資家たちを引き付け、株価が十分に上がったところで売り切っていた。これは違法ではなかったが、倫理的にはかなり問題のあるやり方であった。1924年4月、ジョン・ハーツ、ジョン・ディ・ヘルツが、自らのタクシー会社イエローキャブ社が乗っ取りの危機に行った時に、買収を防ぐ参謀役をと頼まれ、 これを守り切ったことで有名になるが、自身も、その最中にイエローキャブ株を空売りして儲けていたという。1929年の大暴落の時、ジョーは暴落を予期して、直前にほとんどの株を売り払っていたため、被害を受けなかった。よく彼の警眼を示すエピソードとして、ウォール街で靴磨いていたパッドボローニャなる男までが、株式取引に精通しているのを見て、 株式市場はそろそろ危ないと気づいたという話がなされるが、これはジョーの作り話であると言われ、実際にはパトロンの外カリアの株式市場はそろそろ危ないという忠告に従ったものだったと言われている。1920年代後半、ジョーは株式取引で得た資産を当時の振興業界であった映画産業に投資し始めた。当時のハリウッドには、 まだ大スタジオというのはなく、小さな映画会社が乱立している状況であった。そこに目をつけたジョーは手始めに経営困難に陥っていた、不妨、フィルムブッキングアフィセス・オブ・アメリカという映画会社を150万ドルで買収し、1926年にはハリウッドに移り、本格的に映画会社の運営に乗り出した。さらに映画館チェーンを手に入れようと思い、カオ・キース・アルビー、 オーフィアムシアターズコーポレーションを買いと、さらにパテエクスチェンジ社という会社の顧問にも就任した。1928年10月、彼は自らの持つ不法と家を合併させ、新たにアーコ、ラジオキースオーフィアムを発足させた。その過程でジョーはアーコの株を使ってさらに稼いだと言われる。ジョーのビジネスのやり方を示唆する以下のような事例がある。当時、 ジョーは、アレクサンダー・パンテージス、アレクサンダー・パンテージェスという男が経営していた映画館のチェーン、パンテージス社を買収しようと話を持ちかけたが、すげなく断られた。その直後の1929年8月、パンテージスは、ユニスプリングル、ユニスプリングルなる女性を強姦しようとしたと、いつみで訴えられる。パンテージスは濡れ衣であると言い張り、最終的に無罪を勝ち取るが、 社会的な信用を失って、会社も、結局、ジョーのものになった。プリングルは、死の床で、すべてはジョーに、指示されてやった狂言だったと証言したという。ハリウッドで、ジョーは、当時の人気女優、クロリア・スワンソンと浮き名を流した。スワンソンは、自身の映画制作会社の資金繰りに困っている時に、ジョーを紹介されたのだった。二人とも既婚者であったが、 すぐにジョージを重ねるようになり、やがてジョーは、自らが制作にあたり、エディヒホンストロハイム、エイディヒホンストロハイムを監督に立てて、スワンソンの主演映画、クイーン・ケリー、クイーン・ケリー、1929年を撮り始めた。しかし制作は途中で頓挫、制作費60万ドルが無駄になった。対策映画のプロデューサーとして歴史に名前を残したいというジョーの目論みは終わった。 彼は諦めず、侵入者、ザトレスパッセル、1929年、陽気な御家さん、ホワット、エイ・ウィドウ、1930年とスワンソン映画の制作を続けたが、スワンソン自身がジョーに愛想をつかし始めていた。そのきっかけはスワンソンが自分の口座から引き落とした金で、ジョーが人にプレゼントをしているのに気がついたことだった。さらにジョーは、 クイーン・ケリーの借金をスワンソンが追うような手続きすらしていた。二人の関係は終わり、ジョーもハリウッドビジネスから手を引いた。ジョーが禁酒法時代にマフィアと組んで種類の密輸で稼いでいったことは当時から有名な話であった。秘密裏に行われていたため、明白な証拠はないものの、1920年代に資産が増えている理由が非合法ビジネス抜きでは、 説明できないことや、マフィアを含む多くの証言からほぼ間違いない。例えば、フランク・コステイロは、死の直前に、ニューヨーク・タイムズがミノ記者ピーター・マーズに若い頃、ジョーと組んで不法な種類を販売したと打ち明けている。後に禁酒法が廃止されると、ジョーは、サマーセット社、サマーセット・イムポーターズという会社を立ち上げて、ジント・スコッチの販売網を独占し、再び大儲けした。 この時のパートナーは、ルーズベルト大統領の息子、ジェームズ・ルーズベルト、ジェームズ・ローズベルトであった。ジョーは儲けを、レストランやビルといった不動産に投資していった。ジョーが買った不動産の中で最も有名なものは、シカゴのマーチャンダイズマート、マーチャンダイズマートビルであり、ドービルは、ケネディ家のシカゴでの拠点となった。ウォール街とハリウッドで成功を収めた。 ジョーの次の目標はワシントンだった。1930年、ヘンリー・モーゲンソー・ジュニアの紹介で、フランクリン・ルーズベルトと面会したジョーは132年の大統領選挙に打って出るルーズベルトの資金援助を申し出た。資金援助だけでなく、新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストをルーズベルト指示に引き込んでみせた、ジョーの功は大きかったが、大統領当選後、 ルーズベルトは彼にポストを与えなかった。要約上が政府の職を与えられたのは1934年7月、新設の証券取引委員会 SEC 初代委員長に任命れたのだった。証券業界における不正を根絶し、健全な株式市場になるよう監視し、コントロールする同委員会の委員長に、相場主として悪名高いジが任命されたことに人々は驚愕た。 ルーズベルトは世間の悪評も意に介さず、泥棒を捕まえるのに泥棒が必要だと嘘吹いていたという。ニューヨークタイムズのコラムニスト、アーサー・クロックはこの時、ジョーを擁護し、その経歴を褒めたたえるコラムを書いた。クロックは以後、ジョーから報酬を受け取りながら、ケネディ家の御用コラムニストを務めることになる。ジェームズ・ランディスなど有能なメンバーに恵まれたことと、 ここで一花咲かせてやると張り切ったジョーが精力的に活動したことにより、証券取引委員会の活動は高い評価を得た。ジョーの任命を批判した人々も、その結果の前には彼の有能さを認めざるを得なかった。ジョーは一つの仕事をじっくりやるタイプではなかったので1935年9月には委員長の職を辞した。ジョーは財務長官のポストを望んでいたが、 再選されたルーズベルトはそれを与える気はなかった。かといって、ジョーはザイヤにしておくと政権にどんなあだをなすか、わからない。そこでルーズベルトは1937年3月、ジョーを連邦会議委員会の委員長に任命した。しかし、彼はこの程度のポストでは、満足できず、わずか10ヶ月で辞任する。1930年代、デトロイトのカトリック司祭、チャールズ・カフリンは、 自身のラジオ番組によって大きな影響力を持っていた。1932年の大統領選挙ではルーズベルト支持であったが、1934年に反ルーズベルト派に転じた。カフリンの思想は反共産主義、反ユダヤ主義、反ニューディール政策、そして孤立主義の支持であった。ルーズベルトはこの厄介な論客を抑え込むために情を利用した。 カフリンは自らユニオン党、ユニオンパーティーを結成するまでになっていた。そこでジョーは、フランシス・スペルマン、ボストン大司教、後に、スーキ教とバチカンのエウジニオ・パチェッティスーキ教、後に、教皇ピウス12世に圧力をかけてもらうことで、カフリンを抑え込んだ。1938年、ルーズベルトはジョーを在英国アメリカが衆国大使に任命した。 これはもっといいポストを望んでいたジョーといいポストにつかせたくないが、かといって手元に置いておかないのも不安なルーズベルトの思惑が一致したものであった。3月1日、ジョーはアイルランド系として初めての在英国大使として勢いよいよとイギリスに乗りんだ。当時のイギリス首相はネビル・チェンバレン。彼は勢力を拡大しつつあるアドルフ・ヒトラーに対して融和政策で対応しようとしていた。 マスコミの操縦法を熟知していたジョーは大家族の父というイメージを振り巻き、イギリスで好評のうちに迎えられた。ジョー自身も宮廷や貴族たちと付き合う優雅な大使生活に満足した。子供たちもイギリスの生活に馴染んでいた。特に次女のキック・キャスリーンはイギリス貴族、ウィリアム・ロート・キャベンディシコーと意気統合し、 周囲の反対を押し切って1944年に結婚するまでになる。ジョーは大使としてチェンバレンの融和政策を支持しヒトラーの政策に理解を示した。ジョーはアメリカの孤立主義の堅持とヒトラーへの情報のみが破滅的な世界戦争を免れる唯一道であると信じて疑わなかった。ナチスがユダヤ人を殺害しているという報道がされるように なっても、まだ個人的に、ヒトラーと会見して、状況を好転できると考えていた。また、ケネリはアメリカがイギリスに武器を供与することに、徹底的に反対していた。アメリカ大使でありながら、ナチス支持の発言を続けるジョーは、英国のみならず、アメリカ本国でも人々から眉を潜められる存在になっていた。さらに、ドイツが英国本土の空襲を始めると、 王室と政府関係者は、ロンドンから動かないことを宣言してたが、ジョーはさっさと郊外に避難して、英国民の失笑を買っていた。また、ジョーは、この時期、チェコスロバキアの危機を利用して、証券の空売りによって2万ポンドを不正に設けたと、難されている。1941年10月、アメリカに戻ったジョーは、ルーズベルトの依頼を受けて、彼の参戦を支持する。 ラジオ演説を行っている。ジョーは自分がいずれホワイトハウスに入るという野望を持っていたが、それを自ら打ち砕く事件を起こす。民主主義はイギリスでは死んだ。アメリカにはまだあるかもしれない。1940年11月10日のオストングローブ市日曜版に載ったこの談話が、ジョーの政治家生命に終止符を打つことにいた。電撃戦で、 ナチスが欧州を接見していたこの時期、ジョーはインタビューに答えて次のように語っている。この記事は国民的批判を巻き起こした。これが決定だとなり、ルーズベルトはこれ以上ジョーを大使に留めておくことは不可能と判断。1940年11月、ジョーは2年9ヶ月で辞任に追い込まれ、政治家としての生命を絶たれた。その払いジョーは、 サマセット社がボストングローブ氏に出していた広告を中止し、同社は大きな広告収入を失うことになった。正解を離れたジョーは不動産投資の仕事に専念するようになったが、依然として大きな影響力を持つジョーの存在をルーズベルトは警戒していた。戦争中にジョーはカトリック教会への貢献を理由にマルタ騎士団の騎士号を教皇から受けている。 この栄誉はフランシス・スペルマニューヨーク大司教の手回しで行われたとされいる。自らのホワイトハウス入りの夢を絶たれたジョーは、長男のジョー・ジュニアにその夢を託すようになった。ところが、ケネディ家を悲劇が襲う。1944年8月12日、機体のジョー・ジュニアが海軍の飛行隊での任務中、イギリスでの飛行機事故で不慮の死を遂げたのである。ジョーは、 非常な運命に屈せずに、同じ夢を、次男のジャック、ジョン・フィッツ・ジェラルドに委託した。こうして1946年に、下院議員に立候補して当選したジャックは、上院議員を経て、1960年の大統領選挙に出馬、ジョーの望み通り、ホワイトハウスの主となる。ジョーの生涯の心情の一つに反ユダヤ主義があった。ジョーの友人や、ビジネスパートナー、 重要な取引相手に多くのユダヤ人がいることと自身が反ユダヤ主義を再三表明したり、ユダヤ人を回復と別称することは彼にとって全く矛盾でなかった。大使時代には在英国ドイツ大使ヘルベルトフォン、ダークセント親しく語り、ナチスによるユダヤ人迫害政策を支持するような発言や、アメリカには非常に強い反ユダヤ主義的傾向があるなどと発言した。 また、ジョーは、英国大使時代にレディアスターを中心とする反ユダヤ主義の政治サロン、アスター帝の地名から、クリブデンセットと称されたと親しくなり、その反ユダヤ主義発言をエスカレートさせた。そのグループには有名な飛行家で、ナチスの心派として知られたチャールズ・リンドバーグもいた。大使時代、新聞や雑誌のインタビューでしばしば反ユダヤ的発言を繰り返し、 ユダヤ人への迫害は、自業自得、合衆国の民主主義は、ユダヤ人の作品、ユダヤ人が合衆国を動かしていいなどと発言して、各方面から品縮を買った。結果的にこのような、極端な反ユダヤ主義的言動が、ジョーの政治生命を終わらせる、原因の一つになった。ジョーケネリの権力基盤は、莫大な財産と幅広いコネクション、特に、 アイルランド系アメリカ人コミュニティがその基盤となった。特に、ボストン、ニューヨーク、シカゴ、ピッツバーグといった大都市のアイルランド人コミュニティに築いた強固な基盤は、息子、ジャックのホワイトハウス入りの大きな推進力となった。ジョーは、共和党のジョセフ・マッカーシー上院議員と親しかった。二人の間には、アイリッシュという共通点があった。ジョーはマッカーシーをに、 1940年代から自宅によく招いていた。マッカーシーが1950年代に赤狩りで名を馳せると、ジョーはマッカーシーに資金援助を行い公然とこれを指示した。ジョーは息子のボビーを上院政府活動委員会、常設調査省委員会の主任弁護士とさせようとしたが、マッカーシーはロイコーンを主任弁護士としてボビーは補佐弁護士とした。 マッカーシーのやり方が信用を失い1954年12月2日に上院で彼の問責決議が行われた時、ジャックは民主党の上院議員として賛成票を投げずべき立場だったが入院中ということで投票を放棄し、マッカーシーとの友情を守った。自身の政治家生命が断たれた後、ジョーの望みは息子たちをアメリカ大統領の座につかせることだった。 そのため、ジョーは、戦後、自分は票に出ずに、影から息子たちをバックアップすようになった。ジョーは、大使時代の失態や相場師としての悪評、密井ビジネス、マフィアとの関係、ルーズベルト大統領への批判、マッカーシー議員との親密さなどジャックの、大統領選活動にとって、マイナスになることが多すぎたため、裏に隠れざるを得なかった。しかし、 ジャックの大統領選挙活動もあって、実際に中心にいるのがジョーであることは、誰の目にも明らかだった。ジョーは、選挙資金を出すだけでなく、メディアの利用の仕方、政治形との駆け引き、裏社会との交渉、自己イメージの演出法など己の人生で得た知識のすべてをジャックに叩き込んだ。大統領を目指すジャックにとって、父親は、最強のブレーンであり、サポーターであった。 1961年1月20日、ジョン・カイ・ケネリは第35代アメリカ合衆国大統領に就任。弟のボビーは司法長官として入閣した。しかし、ジョーがフィクサーとしてアメリカ合衆国を自らの手でコトロールできる喜びに浸れたのもつかの間だった。1961年12月19日、ジョーは自宅で脳梗塞の発作を起こした。 一命は取り留めたものの、失語症及び、右半身不随となった。以降は、ジョーにとって悲痛な晩年となった。大統領の座に押し上げた息子のジャックは、1963年11月22日に、遊説中に暗殺され、兄の後を継いで大統領を目指した、ボビーまで1968年6月6日、暗殺された。末っ子のテッドも、上院議員となり、 兄たちの果たせなかった夢を果たそうとしたが、1969年7月18日に起こしたチャパキディック事件で大統領への道を断たれた。1969年11月18日、波乱の生涯を送ったジョーは家族に見守られながら、静かに息を引き取った。81歳であった。妻ローズは長命で、1995年に104歳で、この世を去った。 ロバード・ハリスの小説、ファーザーランド、映画作品名は、ファーザーランドから生きていたヒトラー、1994年、では、パラレルワールド、平行世界の1960年代において、ジョセフ・ P ・ケネディは、米国大統領として、公独、戦勝国の一首脳として、高齢で存命中のヒトラーと、米独首脳会談に挑もうとする姿が描かれている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。